百数十年前、ナポレオンが建て、ギスカール・ディスタン首相も卒業生であるというポリテクニック大学が改築され、その中庭正面に日本人彫刻家の作品、知恵の集積が据えられた。厳粛な静けさと調和しながら何かを語りかける彫刻と評判が良い。ナンシー大学理学部を飾る同じ日本人の作品、オッシロカスケード。硬い石に電波の流動感を与えた新しい試みである。ドンバル工業学園、高さ5メートルの芽生え。コルマール工業学園のロンド。メッツ大学文学部入り口にある 3.5 メートルの対話。中でもビル・フランシュ工業学園の雄大な壁の彫刻と校舎壁面を飾る365枚の大理石板コスモスは見る者を圧倒する。一人の作家でこれだけの量と質の大作をヨーロッパに残した日本人はまだない。その作家の名は水井康夫。大正14年京都生まれ。芸大彫刻科を卒業してから退出27年になる。芸術を志す日本人なら誰もが憧れるパリ。その高級住宅街の16区地下、馬小屋を改良したアトリエである。水井さんは最初彫刻志望の芸術家ではなかった。戦争に勝つために全ての力を国に捧げようと努力した優秀な工業専門学校生徒であり、卒業後は航空機製作に携わるエンジニアとしての人生が待っていた。それを覆したのが日本の敗戦であり、自分自身の考えで自分の人生を大切に生きることを知っていた同級生の一群であった。今でも軍国主義教育に浸った青春時代を後悔する。同じ彫刻家の清子夫人と結ばれ、卒業するとすぐパリへ。5年間ジモン教授に師事。34歳、世界最初のシンポジウムに参加、名声高まる。ブローニュ森林公園にある具象時代の作品、馬主像アミラル、知る人は少ない。詩人ジャン・コクトー。今でもグルノーブルに残る偉大な作品、マクロコスモス・ミクロコスモス。才能を高く評価してくれたアンドレ・マルロー文化賞。水井さんは世界10カ国のシンポジウムに参加し、リーダー的存在である。東京オリンピックでは代々木会場の庭と壁を飾る。世界各国で神の啓示に満ちた名作が次々と生まれた。何度も生活の危機に襲われた。日本へ帰って暮らしを立て直そうと清子夫人と相談した。夫人は芸術に理解のあるフランスで立派な仕事を残すことが大切だと励ました。
良きライバルでもあった夫人は関節炎からリウマチを病み、10年間の治療の甲斐もなくパリで死んだ。作品だけがまだ生命を保っている。精神の集中力を養うためという。注文は公共建築のモニュメントが多い。夏休み中に完成させなければならない工業学校の大彫刻がある。しかしバカンスに働いてくれる運転手はほとんどいない。やっと一人の運転手がバカンスから戻ってきてくれた。重さ2トンの石を5個イメージ通りに積み上げる。すでに30数点もの巨大彫刻をフランスに残している水井さんでもこの積み上げは命がけである。見上げる現夫人美代子さん、助手のおけいさん、水井さんの作品と人柄に感動した二人は、押しかけ女房、押しかけ女子なんですよと真面目な顔で言う。いいか、こっちいいけど、返事ストップ。降りた。待って待って、今動くから置いといて。まだ片っぽついてる。10トンを超える石の組み合わせには1ミリの狂いも許されない。全神経が水井さんを捉え突き動かす。ああ、こちらか。わかったわかった。でこれが開きすぎになるから、これもうちょっと。じゃあね、それで降りるに従っておげさんの方が合うはずがね。合わないんですよ。それあ、分かった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 。またずれたんだよ。ここだけずれたね。そこのちょっとね、もう1センチぐらい上げてもらおう。あれ奥があれなのよ。上げてもらおう。確かに。ちょっとよ。石が安定した時、次の作業が始まる。糊とペイントを溶き、目地を埋める。霧吹き、日本の畳屋さんがヒントだという。巨大な石に穴を開けるだけで数週間もかかる重労働である。肉体も精神もヘトヘトに疲れてなお石に挑戦し、石を磨き上げる原動力は何だろう。石切り場で分割され刻まれた石が一つの塊になり、人間に語りかける命を吹き込まれる。さらに2週間の苦闘が続く。セーヌ川を行く船の音も車の騒音も聞こえなくなる。亡くなった夫人の知り合いから友人になったソルボンヌ大学のジャン・ローザンベルク教授夫妻が陣中見舞いに来た。分子生物科学の権威である教授はユダヤ人問題でハンガリーから亡命した親日家である。
芸術に造詣の深い教授は日本人の抽象感覚の素晴らしさを激賞する。What I like very much that he is looking something which one finds inside the stuff he uses. The stone became alive because he brings out which is buried inside. He did lot of walls, as you know, all over France. 70 meters or almost 100 meters. And it is not a wall which separates things. That is something which he likes. It seems to me, I have this impression, that what he's looking for, that is behind the wall. The wall is not a separation in the art of Mizui. It's something which connects us to the nature.55歳の疲れ切った体を守るのは自分だけ。巨大な石との対話には鋼の肉体と強靭な精神を必要とする。美代子夫人は東京のデパートの服飾デザイナーだった。水井作品の豪快なバイタリティに触れ、電気に打たれたようにパリに走った。美術雑誌にパリ通信を送りながら水井さんの世話をした。60歳を超えた今も新しい美の発見に喜びと生きがいを感じるという。水井さんはある日インスピレーションを得た。鏡と絵の具と印画師が共同して不思議な造形をするのである。美の女神が水井さんを捉えてから30年、甘美な苦しみはまだまだ続く。パリから南へ車で9時間、ラ・コスト村には新しい作品がいくつも置いてある。ロマネスクの美術研究が目的だった水井さんはこの村の雰囲気に惹かれている。村長をはじめ地元の人々も水井さんの人柄を愛し、水井さんは自分の彫刻は
その置かれる場所に住む人々のものと信じている。この村の石切り場を芸術学部の研究所としているニューヨークのサラ・ローランス・カレッジの校長である。フランスからサン・ラコスト、ジェネパ・グランド・ショーズ、チュア・ラ・ヴィー、チュア・ラ・ヴィー、アファ。ラ・コスト村といえば、知る人ぞ知る佐渡公爵の城の所在地である。200年前、佐渡公爵は確かにここで生き、極端な個人の欲望の完成を主張し、捕らえられ死んだ。城の裏はこの城を築くために作られた石切り場へと続いている。夏と冬、アメリカからの研究生が合宿して石の彫刻に励んでいる。指導教官とは顔なじみであり、揺れ動く彫刻オッシロエレメントや雲の番人が生徒たちに感銘を与えている。先生の指導方針と違っているかもしれないので、強く教えることはない。抽象感覚はその人独自のものなのだ。生徒たちののみの音が聞こえるぐらいの距離に水井さんの仕事場がある。空間にそそり立つ彫刻に波の感覚を吹き込む。波は津波となり、波動となって無限の宇宙への架け橋となる。新しい作品、オッシロエレメント。素朴な老人がパン屋からの帰り道話し込んでいく。身近にいる芸術家は彼らの誇りである。老人は明日の村祭りに誘ってくれた。自分を見つめる目が人間嫌いの目になったことがある。しかしフランスで一流の文化人に会い、平凡な農民に会い、パリを訪れるさまざまな人々に会っているうちに、一人では生きられない人間の本質の悲しみと喜びを見たという。石は自然のままでは人間と石を通わせることはない。その言葉は沈黙である。どんな石にも地球の噴火と圧力に耐えたドラマがある。石に触れ、
そのドラマを理解し、石に語りかける。沈黙と無と大自然、美しい石の声が聞こえてくる。石の声に応えるイメージが湧く。そのイメージを独特の手法で定着させる。西ドイツから取り寄せた発泡スチロールの塊に数十個の印をつけ、熱く熱したニクロム線で裁断する。はい、8班。ちょっと、ちょっと私に、落とし、落としてね。はい、うん。今、そのものが流れて、はい。ああ、はい、今いいわよ。あ、ちょっとこれ、向こう時が早いから、ゆっくりゆっくり。うん、そうだから。ここ長いんです。それと硬くなってます。だから、こちら引かないといけない。はい、大丈夫、大丈夫。ゆっくりゆっくり。さあ、来た。はい、うまい、うまい、うまい。はい、はい、いらっしゃい。はい。どこでも飲みてくれればいい。もう、はい。どうですか、皆さん。うん。足を、このまま置いて。良かったですね。波がこう、うまくいったね。ね、あのここの線がシュパーッとなって、やっぱり計算したわけだけども、うん。この20年、作品は絢爛たる変化を示した。スペースを占め、建築に付属しながら従属はしないモニュメント。長い壁となって人間に語りかける壁上彫刻。そして、人間の脳波のリズムを石に吹き込んだ揺れ動く彫刻。村長に頼んで1ヘクタールの土地を買った。石の言葉はもはや沈黙ではない。選ばれた人とは対話ができ、思想の表現もする。ヨーロッパの大地に最も多くの彫刻を残した日本人が、さらに湧き出る作品の群れをこのフランスの石切り場の一角に配置し、水井康夫彫刻の森を夢見ている。